回数なら2万、多分2万800杯ぐらい。2万800、うん、ボーダーに向かってがむしゃらに食べてるっていうような、そんな感覚は正直言ってあんまりないですよ。おお、家族との時間みたいなのだったりするんですか。家族との時間。すする TV。ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、ラーメン完了。どうですか。知ってます、ラーメン完了。ラーメンで完了。いや知ってるでしょ。知ってるだろ。ラーメン完了。誰ですか。ラーメン完了。いいよそのバラエティーで。まああのラーメン界にはですね、まあもちろんその作り手というか、まあラーメン店主さんたちもいれば、食べる側の人間というか、まあ僕みたいにね、その自分が食べたラーメンを動画にアップしたりとか、雑誌のコラム書いたりとか、まあウェブの記事を書いたりとか、なんかいろんな人がいるわけですよ。やっぱり、まあ、そんな中でもやっぱり、まあ、私のまあ恩師と言うべき方であるラーメン完了ですよ。言ったらもうラーメン好きの完了なんですよ。本当に官僚なんですね。本物の官僚です。あら。まあ、別名ね、カズアッキーさんとも呼ばれていて、まあ、全国各地、もう本当に、まあ、日本一なのかどうかわかんないけど、まあ、本当ずっと現役でラーメンをすすり続けている。すするよりも長い。長いです。圧倒的には20年、30年ぐらいやってるじゃない。おお。だいたい日に2杯ぐらいのアベレージでずっと食べ続けてるな。おお。毎年600杯ぐらい。600。600、730ですよ。ちゃんと。360だけで見てる。730以上のアベレージをずっと食べ続けてるっていう。それはもう本当にすするよ。もうずっともう追い越せないね。もう無理ですよ。常にだから話され続けているという。はい、もうだって僕だって今、まあ、去年で630とかですから、常にもう引き離され続けている。もう本当に全国各地の名店、ほぼほぼ行き尽くしてるっていう。離島だろうが何だろうが、もう全部ラーメン官僚、マーキングされてます。まあ、という、いわゆるまあ、食べて側というか、ラーメンオタクの重鎮みたいな方ですね。で、まあ、私、すするも何度も過去に一緒にすすりに行ったりしてますけど、はいはいはい、今回ちょっと改めてね、もちろんいっぱいラーメンも食べてきたんですけど、よりちょっとこうなんですか、あのプライベートという、確かにどんな人なんだ、どうやってそんな毎日2杯食ってんだろうとか結構気になるわ。そうなんですよ。それこそまあ体のこととかもね、はい、あるだろうし、体はやばいと思います。まあどういう人生だったのか、もうラーメン人生めっちゃ気になる。その20年前もね、すすの知らない世界だし、何をモチベーションにすすってるかとかも気になる。そうなのよ。本当にそことかも、ね、まあ僕の場合はそのいわゆるラーメン、まあいいでしょう。とりあえず一緒にすすりに行きます、ね。気になるわ確かに、はい。ご覧いただければと思います。よろしくお願いいたしますということで、レッツゴー密着。ということで、おはようございます。おはようございます。本日ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ官僚との食べ歩きは何度もしてるんですけど、うん、先日あの直系二郎大好きマン、いや見た、すごい面白かった。まあ官僚とラーメンはめっちゃ食べ歩きに行ってるんですけど、もう正直僕も官僚ってラーメンのことに関してしか知らないんですよ。あのプライベートのことはあんまり知らない。プライベートもラーメン。そうなんです。それだけ。なので、ね、ちょっと今日はあの官僚にいろいろお話伺いつつ、はい、もちろんラーメンもすすりつつなんですけど、はい、一日密着という形でやっていけたらなと思っております。でよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日の場所は、はい、仙台。そう、今日仙台行きます、はい。スルーちゃんとはいろいろと食べ歩きとかやってて、はい、うん、その中で意外に仙台行ってないなっていう風なことに気づき、そうです、一緒に行ったことなかったですね。でね、私あの仙台4年ぶりぐらいなんですよ実は。お、結構久しぶりですね。うん、まあ、結構お店できてるのよ。あ、新しいお店がまた。でなのでちょうど仙台食べ歩きながらっていうのもいいかなっていうふうに思って。なるほどなるほど。で今回この仙台という場所を選びました。ちょうどいいです、はい。ちなみになんか仙台今まで何軒行ってたかとか覚えてます？多分100は絶対超えてると思う。行き過ぎ。いや、あの関東済みですよね。結構初期の頃から食べ歩いてるのが仙台、はい。なるほどなるほど、はい。まあ確かに東京からまあ新幹線1本で行けるっていう楽さもあるし、まあ夜行バスなんだけど。そっか、なんかいろいろ、あ、ちょっと乗りましょう乗りましょう。はいはい、よろしく。仙台からね、ちょっと在来線乗り継いで陸前高砂駅着きました。うん。これから向かうのどこですかね。下月っていう店で、はい、今年の6月にオープンした新店かな。はいはいはい。で、まあ仙台はちょっと新店が多い土地っていう、まあ地方っていう感覚で今来てるっていう感じですね。まあ仙台じゃないですか一応。うんうん。そこでも新店が溜まってるから来ようぐらいのテンションで来てるってことですか。遠征感覚は全くありません。どういうこと。だって遠征でしょ、だって1時間半ぐらいかけてきてるんですよ。だって別に、まあ、今日は新幹線でたまたま来たけど、はい、仙台ぐらいだったら在来線で大体来ますから。え、乗り継いでくるってことですか。うん、もう大体どこで乗り換えるか全部分かってる。え、すごっ。
じゃあもう新幹線来るよりだいぶこう交通費も浮かせられるというか、5000円ぐらい浮くんじゃん。ああ、じゃあその分もうラーメンにぶっ込めるというわけですね。そうそうそう、なるほど。5000円で行けるエリアなんて、はい、基本的には全然遠征家でもないっていうか、うん、この前ね、はい、函館行ったんですよ、うん、その時はさすがに遠征家あった、うん、まあまあまあ飛行機ですもんね、函館はさすがに。いや新幹線で行った、ね、え、新幹線で行ったんすか。えぐ。ラッキーピエロとか行きました。ラッキーピエロはね、はい、あのアジサイの前にあったけどね、はい、食えずだって。いやいや、もったいなさすぎるでしょ。いつものやつだよ。本当にラーメンしか食わない遠征はい、はい、やるよねって言われるんだけど、はい、ラッキーピエロも食わず海鮮も食わず、でいわゆるベイエリアの観光とかもせず、はいはいはい、で湯の川温泉にも浸からず、本当にラーメンだけを食いに行ってるっていう。はい、食いました。いやすごいな。するとほぼほぼね、主だったところは食えて、うん、もはや多分日本のご当地麺で、うん、主なご当地麺で食ってないところは多分ない。いやそうですよね、うん、今ちなみにその生涯の杯数でいったらどのぐらいになるんですか。杯数なら2万、多分2万800杯ぐらい。2万800、うん、2万800って、で年間500杯ずつ食べても40年かかるってことですよね。700食べてるから、だいたい700ちょっと超えてるんですよ。だいたい年間だいたいその完了の目安ってあれですもんね、1日2杯以上。そうだから730が目安なんですよ。はいはいはい。でちょっとやっぱり地方とか行く回数が多くなると、はい、杯数は伸びるので。なるほどなるほど。アベレージで740ぐらいだってことがこの前分かったんです。ああ、その過去のやつも考えて年間のアベレージが。今51なんで、はい、23の頃からラーメン食べ始めて。そんな早くから食べ歩いてるんですよ。そう、はい、最初の5年間ぐらいは500回ぐらいだった。うん。で、あとは700運賃をかけていくと、はい、大体2万数百ぐらいになってます。いやすごいな。あのほらこの前さ、はい、ついに大好きマン出てきたなって感じだったんだけど、ね、はい、結構意外だったでしょ。あの紳士的で。ああそうですね、そうですね、はい、そして穏やかな人でしたもん。穏やか、はい、ね、コメントにさ、うん、めっちゃ声いいよねいいよねって、ね、はいはい書かれました。今日はさ、はい、声悪いよね高いよねみたいな。彼めっちゃ低音じゃん。いやそうでしたね、めっちゃ低音ですごいいい声。めっちゃ高音じゃん。そうですね。多分ね、はい、大好きマンの回と俺の回続けてみるとね、はい、耳壊れる。高低差ありすぎて耳が。まあでも官僚と僕は結構やっぱ一緒に行ってるんで、あの何ですか、その掛け合い的には割と定評があるんで。俺、はい、ラーメン仲間の中でさ、はい、一人争う仲いいのあなただよ。ああまあだいぶそうですね。もう公私ともにというか、もう分かんない。公がないけど逆に。公ないよ。そうですね。でね、まあ、はい、あのいろいろ考えたんですよ。すするちゃんとは結構。こうあの実は初期の頃、はい、一緒に行ってんだけど、はい、このカメラ回してなかった時期っていうの何回かあるんだよね。 ありますね、何回か、はい、で実は富山も行ってたりするじゃない。ああ、富山行きましたね、だいぶ前に、はい、これあんたの嫁とさ。はいはい、そうですね。もう今まだ子供いなかったよ。そうです、そうです、懐かしい。で新潟も行ってるじゃない。はいはいはい。あの大勢が体壊して。ああありましたね、5件ぐらいでギブアップした、まあ、あれ俺のせいだって言われてる。実は群馬も行ってんだよね。ああそうですね、一番最初群馬だった気がしますけど、ね、埼玉から群馬に行くっていう、はい、コースだったんです。あのどんぐりとか行って、最後あの桐生の今あのニンニク100個ラーメンのあの店めっちゃ有名なんですよ。そ う,、はい、そう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 、めっちゃバズってる、ね、はい、福島も行ってんじゃん。行きましたね。で茨城も行った。そうだ。で山梨も行ってんだよね。山梨行きましたね、はい、じゃあ結構行ってんだなここら辺の。なのでまだ行ってないところで、はい、1日で効率的に回れるっていうところで言えば、はい、仙台かなと思ったんですよ。なるほどなるほど。だから今回仙台。あ、そういうことなんですね、はい。まあ、でもう官僚って、まあ、日本47都道府県は全部制覇してるわけじゃないですか、うん、全都道府県もう1県とかじゃないですよね、うん、10県とか20県とか。はい、島根が一桁であることを除けば、はい、あとは二桁。いやすごいな、島根だけはまだ一桁杯数。はい、あのあんなにさ、はい、島根機会多かったのにさ、はい、球数と引きの弱さ。引きの弱さ。官僚的に言うと引きの弱さ、日本全国でラーメンが一番弱い県は島根ということですか。いや、あのね、そうでもないかもしれない。そういうわけではない。5つぐらいラーメンよりも他のグルメの魅力的なエリアっていうのがあって、いや綺麗に言ったね。許されんのかこれ。あの島根、福井、高知で長崎で、あとが香川。ああ、まあなんか全部わかる気がしますね、すごく、はい、この5つがちょっとラーメンのイメージないけん、はい、まあまあそうですね。でその中で実は長崎が誤解であることが、はい、あの私あの九州結構行ってた時期があって分かったんです。ああそうですね。でその時期に、長崎のいい店っていうのも結構たくさんあるなっていうのが分かり、長
長崎のイメージなかなかいいんですよ。あ、そうなんですね。うん、あ、じゃあもう30年くらい食べ歩きはしてもまだ新しく出てくる情報というのはやっぱあるわけですね。ある。2万800杯食べてもまだ知らなかったラーメンがあるっていう。やっぱりさ、はい、1都3県が結構多いし、うん、まあ強いですよねやっぱ。あとここ5年間トライの審査員やってるから、はい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 、名店の重ね食いっていうのも結構あるわけだ。あ、まあそうですね。毎年やっぱ審査しなきゃいけないですからね。もちろん楽しく食べてるとは思うんですけど、楽しく食べてますよね。食べてます。まあ後で多分夜ぐらい実は楽しく食べてねえよこんなものとかって言うかもしれない。怖い怖いそれ。っていうぐらいなんだけど、まあ二十何年も続けてると、はい、まあ結構新しい刺激ってないのよって言ってる通り。まあまあそうでしょうね。そんな要するに状況になって、うん、いかに新しい面白い情報とか自分にとって、うん、あ、これって実は知らなかったなって情報を見つけていくかっていうのって、はい、まあ結構最近のおけるラーメン食べるけど僕の楽しみの一つ。なるほどね。はい。ちょっとめっちゃ駅から歩いてるんですけど、うん、こんな遠いお店なんですか結構。実は、最初の 1.9、これ 1.9 あるって言われてるんですけど。1.9 キロ、うん、駅から 1.9 キロあるんですか、うん、遠いな、マジで。まあ、ちょっと遠めだけど、はい、いろんなこと考えんじゃん。こうなったら、あなたとの地形も長いじゃん。うん、まあまあまあ。最初、こっから先、はい、電車乗ってさ、はい、多分、ポン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 って感じで、店がこう密集してるエリアとか回るじゃないですか。はい、で、その時にどうせ苦しくなんねんと。まあまあ、そうですね。で、やっぱりちょっとストローク取っとかないとさ、喋りも取れないでしょ。まあまあ確かに、そういうことも考えてくださったんですか。そう、だから、いや、さすがだな、やっぱ。いや、官僚ってやっぱ意外とそういう、ちゃんと映像のことを気にしてくれますよね。優しいんだよな。そう。自分で言う人はちょっと怪しいですけど、優しいって。ちなみに、ちょっと、生年月日とか聞いていいですか、そのシンプルなパーソナル情報というか。めっちゃ恥ずかしいんだけど。1972、だから昭和47年の11月生まれだよ。昭和47年ってことは、うちの親の3つ下ぐらいかな、多分。うん、はい。だから、あなたのおじみみたいな感じ。そんぐらいのテンションですね、言ったら。はい。で、生まれとかはどうなるんですか。生まれた病院は大阪で、はい、育ちは神戸。あ、神戸育ち。うん。で、中高って京都の学校通ってて、はい、で、二十歳の時に上京。なるほど。ちなみに高校はどこの高校に行ったんですか。洛南、洛南高校。洛南？洛南ってあれっすよね。結構過去問集とかで、めっちゃ難問みたいなやつで出てくる。そうです。今も昔も難しいんだけど、昔、中学ができた、はい、その中学の第一世が僕。洛南って中高一貫なんですか。一貫になったの僕が、そうなんだ。受験した年にね。で、洛南の中高一貫の時の一回生。一回生だから一期生、ちなみに大学もちょっと一応お聞きしていいですか。恥ずかしい。いや別に恥ずかしいことは全くないです。ね、十数年ぶりぐらいに、はい、大学名を聞かれて大学名を答えるっていう。いやでも辻田ボックスも言ってましたよ。言ってた。はい、言ってました言ってました。なんか恥ずかしげに東大とか言ってた。はい、言ってました言ってました。はい、はい、東大です。いやすごいよな。4年生に考えたら。でちなみに、はい、ラーメン的な話で言うと、はい、洛南高校っていうのを卒業したのが18で、うん、今さっき上京したのが20って言ってるんだけど。はい、そこの2年間実は京大に行ってたんです。え、京都大学に進学したんですか。普通に入って、はいはい、単位あなたみたいに取れずに遊びまくって。あ、そうなんで、じゃあ東京行ってみようかな、面白かったんでって。俺あの時ファッションピープルだったんですか。え、そうなの。はい、今これなのこの LINE 今これなのに、ね、熊ちゃんのこの一長羅の奥さんがいつもしたためてくれると。とりあえずあの時って、はい、何渋かじとか切れかじとかそんな要するにいわゆるちょっと切れ目のファッションが流行ったんですよ。はいはいはい。でその当時まだめぼしいとか有名なファッションブランドが大阪とか神戸に出てなかったので、うん、はい、東京出てみたいなっていうのを思ったわけですよ。はいはいはい。まあ先に東大来て行ってた友人も多かったんで。なるほどなるほど。で受けてみたら受かったんで、東大に入り直して僕。だから俺1年生2年生2回やってるんですよ。あ、そうなんだ。じゃあ京大で、まあ、1、2年ってやって、そっから大学受け直して東大入って。そうそうそう。え、それ受験勉強とかしたんですか、その東大受けた時。あ、その時はしてない。ずっとじゃあ成績が良かったですか。まあ、小中高と。いやいや、高校の時から特に成績良かったです。あ、高校からなんですね、はい、珍しいパターンですね。でも、で結構それ頑張ったっていう認識あります、自分で。はい、勉強ができれば女の子にモテると思って頑張りました。嘘でしたって。まあそうなんですよ、高校生までとか特に勉強どんだけ良くて、ね、親に、はい、まあ、その頃予備校通ってて、はい、予備校に可愛い子いるじゃん、男子校だから。あ、今学校学なんだけど、はい、男子校だったんで。当時男子校。はい、いや優秀な成績表を見せればモテるぞと。と思ったんだよ。モテるわけないでしょ。全然モテなくて逆に嫌われたよ。あ、むしろ。はい、まあ当たり前だと。まあ今となって。そうですね。でラーメン的な話で言うと、はい、大学1年生の時に神戸にいて、全然学校に通わず単位1回も取れなかったんで。でまあ大学 2回生っていうのは2年生の時に、はい、19の時に京都駅前の今でいう新北菜館とか第一朝日の、うんうんうん、すぐ近く
の八つ橋の店に、八つ橋の店の2階で、あの要するに下宿ってのか、ね、強制下宿させられたわけです。はいはいはい、通えとちゃんと。でそこで、はい、結構京都のラーメンの基本的なところを覚えたところ。ああ、じゃあそれが割ときっかけでもあるんですか。これはね、あのこのすすぶちゃんのやつでしか、やつでしか言ってないけど、初めてかもしれない。ここが、はい、ラーメンという外食を楽しむというようなこの体感を覚えた最初の経験かな。最初はまず京都のラーメンから入って、そこから上京するわけですよね。あ、そうそうそう、はい、そうです、そうです。あ、それ初めて聞いたかも。これはね、いわゆるコレクター的な食べ歩きじゃなくて、はい、当時二条にあった新進亭って白味噌ラーメンの店とか、はいはいはい、そう、当時特に人気があった天天湯だとか、あー、はいはい、鳥パイタンの、はい、すするちゃん の、 あのお嫁さんとも奥さんとも行った、はいとかさ、あー懐かしいっすね。あなた酷評してたやつな。やめてやめて、動画出してないってね。で当時うまかったんすよ。あ、そうなんですね、もともと当時も、ね、昔からあるお店いや官僚も酷評してたんですで、はい、そういったお店に結構通ってて、はい、そのベースがあった上で東京に来てるんですよ。なるほどなるほど。ある程度その京都のお店があって東京来て、で東京でもまたラーメンにハマってたわけじゃないですか。そっから先はまあよく言ってますけど、土佐っ子にハマりましたよ。だから当時1993年入学だから僕は、はいはい、あ僕が生まれた年ですね、1993。はい、その当時カンナダラーメンブームで土佐っ子っていうのがありました。うん、で土佐っ子に夜な夜な連れて、友達に連れて行かれてたっていうのが東京のラーメンの原風景なんだけど。あ、そうなんだ。若干この他の媒体で喋ってない細かいことを言うと、はい、当時僕エコダと中野の間に住んでて、はい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 、あの天下一品のエコダ店とかね。ああ、今もありますね。うん、あの当時池尻とエコダとババぐらいしかなかったね。はいはいはい、天一のエコダ店とか、あと野方ホープとかね。結構通い詰めてました。確かにエリア的に言ったらそこら辺ですね。その辺でしょ、はい、でちょっと足を伸ばして仙北自慢ラーメンだとか。ああ、そうなんだ。ほらあの時あの仙北にあったからさ。あ、今もうなくなっちゃいましたね、仙北自慢ラーメン。でちょっと遠出して、はい、がっつりしたラーメン食べたいなっていう屋台の雰囲気でっていう時の堀切勝負園の本店があった頃の弁慶とかね。なるほどなるほど。今で言ったら遠征じゃないですけど、大学生からしたらちょっと足を伸ばしてラーメン食べに行くみたいなことをやってたわけだ。全然距離感違うからっていうのがあって、そういう時代があって、はい、公務員の試験勉強が人だなくついた頃に、はい、その当時出てた雑誌のラーメン特集を見て、はい、なんだこれっていっぱいあるじゃないかとで食べ歩いてみようっていう風になって、でそっから食べ歩き始めた期間よりもずっと長い期間こうやって食べ歩いてる、はい。あ、そうなんだ、はい、大学生ぐらいの時にまあハマったものをそのままもうずっと続けてるっていう。そう、2度目の大学1年生の時だね、これ初めて言うけど。で、の22歳ぐらいの時にラーメンのコレクター的な食べ歩きを始め、うんうんうん、最初の頃はラーメンボン、うん、で、その次の数年間はあの超ラーメンナビ、あ、あの石上さんとかがやってたと伝説のやつですね、達人やってたやつ、はい、で、その後はネットとかになって、でメディアに出ていく。なるほどなるほど。それ流れ。結構メディアに出るのはでも早くなかったですか？いや、そう考える、むしろ、はい、僕はこの年にしたら遅いです。あ、むしろそう、はい、そうなんだ。これはあの正直ベースでこれこの初めて話するけど、はい、実は私石上さんとかと同じ年なんですよ。え、そうなんですか？うん、意外とそうなんですね。はい、うん、石上さんと、あとはこれは知らないけど白洲さんと同じね。あ、白洲さんも、白洲さんっていうのは東京ラーメン部隊の審査員の方です。あの、はい、ラーメンブログ王で、うんうん、有名な白洲さんとか。と同じです、はい、で僕が食べ歩きを始めた1998年とか97年頃、本格的にこのラーメンも持ってね、はい、その頃も石上さんの本を持って歩いてたから。あ、そうなんですね、うん、遅いです、全然遅い。そっか、じゃあもう石上さんの方が早くメディアに出て、うん、でそれをまあ言ったら参考にしながらちょっと食べ歩いてたみたいなところが。そうだから、はい、あのよく僕らの世界で、はい、コサンラウトで石上チルドレンとかっていう風に言ってる。あ、言いますよね。でもね、その言葉あんま好きじゃないんだけど別に本人ってあの石上さんそのものそういうこと、ああ、あの俺のチルドネだよって言うような人ちゃうから。ああ、わしが育てたみたいな感じじゃないんですね。ないじゃん、めっちゃあの我が道行く人じゃん。まあまあそのイメージあります。僕会ったことないですよ、石上さん。あ、ないの？ないんですよ。世代がだから石上、要するに今ラーメン界の、そうだね、20世紀から21世紀かけてと今の時代までをかけての、はい、ラーメン界の二大巨頭が、はい、石上ちゃんとあなたなの。いやいや、どういうことない。そんな、いや、多分挑んだ。そこまで、マジですか？そこまで要するに支持があって、圧倒的にラーメンって言えばっていう人って多分そういうリレーなんだろうと思うんだ。ただ、うん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 、会ったことないの。僕は会ったことないですよ、本当に。だから要するにあなたが出てくることで石上さんは没落したってこと？いや、そういうじゃん。なんで俺が畑落としたみたいな言い方するの？いらねえ。違う違う違う。全然そう。多分ね、僕がもう出始めてた頃には石上さんもうあんまり多分ラーメン食べてなかったんじゃないかと思って。っていうのが本当のこと。多分そうですね。はい、これが本当です。はい、危ねえ危ねえ、本当に。なので私がこのメディアに出始めたのは結構遅いです。まあその前から結構ブログとか、はい、超ラーメンナビとかで、カズザッキーってハンドルネームで、はいはいはい、いろいろ素人として書いてたんで、
一人のラーメン好きとしてやってたってことですか、うん、でそれはね知ってる人は知ってる、うん、あ当時の活動も知ってるんですよ、うん、あついちゃいましたじゃあほらとりあえず食べていきましょうか。いやめちゃくちゃ混んでる。いや行きましょう行きましょう。めっちゃ混んでるな。この下付き名で僕小にしようとしたら官僚が中にしたんですよ。僕も中にしました。はい、小中大って言って書いてあって、あの小に行くっていうのがもうすでに逃げたよね。いや俺小がデフォルトの量かと思ってたから。ジロとかは小がデフォルトじゃないですか。まあそうですね、小大ですから。でよくある小中大のパターンって大体中がデフォルトですよ。うんうん、あそうなんですね。小はじゃあもうちょっと少なめのっていうのがここら辺のデフォルト、はい、女性ファミリー向けみたいな。ただ高速はさ、ご承知の通り面倒がめっちゃ多いから。そもそも多いところ多いですね。多分小で多分東京の普通盛りで。じゃあ小でいいじゃん。ここはあの名店太平楽でね、はいはい、DNA を受け継ぐというふうに言われてるので、はい、結構あの分量は多めだと思います。まあそうですよ、はい、いやもう本当ラーメンの情報はマジで流れるように出てきますね。自分のパーソナルの情報めっちゃ恥ずかしがってたのになって。いやけどこの時間帯が朝の6時半から14時半までの店なんですけど、うん、ここをやっぱ1個できたことによって この辺のエリアの方々って朝ラーメン食べて、うんうん、昼もラーメン食えるっていうね。普通朝食ったら終わりです。多分終わり。俺らだけっすよ朝食って昼も食ってんの。でただね今ね時間何時だっけ。今は多分11時ちょい過ぎぐらいだよ。もうまあ朝ラーでもないですけど完全に朝ラーの朝ラーの店の朝ラーであること生かしてないって。朝ラーの時間って終わってますから、ね、10時までなんで朝ラーの時間。でもここ6時半から14時半までっていうね、うん、結構極めてもうなんか東北っぽい営業時間帯の店というかね、うん、やっぱいいっすよね朝ラーっていうの。朝ラーいいよ、ね、もうすごい好きです。全然朝じゃなくて普通の一般だ。全く朝じゃないですけど思ったより駅からの距離もあって時間取ったんだよね。あれ30分ありましたからね本当にやばかったわ、まあ、ただ喋ってるとあっという間だったよ、ね、あ一瞬でしたね本当。あ、ありがとうございます。あ、すみません。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよ。いや、嬉しい。いろいろありましたね。ありがとうございます。いただきます。うめえぞ。え、うまいですか？珍しいですね。官僚が一口目にうまいっていうなんて。いや、厳しいやつみたいな。今普通に待ってないと思ってさ、あ、そうだよねみたいな。あ、めっちゃうまい。いや、うまいですね。いいよね。うん。超うまい。なんか醤油のパンチもいいし、だし感もいいし、煮干しとさ、うん、最初のバランスっていうのが、うん、結構両方強めなんだけど、うん、合わさると結構あの強まろやかみたいな、ね、うん、めっちゃいい。その確かに強まろやかってめっちゃいい表現。うん、めっちゃうまいですね。量多いけど注意してますからね。初手でこの量って結構すごくないですか。いや東北だと普通で、まあまあそうですけど青森がさ、うん、ちょっと量少ないんだよ。そうですね、うん、やっぱ山形福島山形あたりですよね。山形本当に福島がすごく、うん、で宮城もそうとか宮城の仙台とかも、うん、ラーメンの分布は都市型ラーメンにもかかわらず、うん、麺量が多い県に挟まれてるだけのことあって、あそれなりに麺量はある。なんかスープも麺も多いみたいな店結構ある多い気がしますね。スープなみなみ麺ボリボリみたいな、うん、結構そういうラーメン好きですけどね。なんかスープなみなみ入ってたからラーメンって美味しそうに見えません？最近さ、うん、あのスゲちゃんこの前批判してたけどさ、批判してないでしょ。何ですか？スープの量ケチってる店結構あるの。ケチってるとは言ってないですよ俺は。そんなまあ時代背景とかもありますからね。一応だからしゃーない部分ではあるかなと思うんですけど、ね、これすすり続けてると、うん、結構あの旨味の体感っていうかこの舌が感じる旨味の質変わってこない。最初は煮干しピッて立ってたんだけど、うん、今強い醤油での中に煮干しがほんのりと含まれるみたいな、ね、めっちゃわかります。この変化すごいいい、うん、いやうまいわ。ボリュームあってもなんか食べやすいですよね、こういう変化があると。うん、うん、まあ俺らこれおやつ代わりになった。朝のおやつですからね。今日は何杯おやつを食うのか。やばい。おはようございます。いやうまい、うん、密着。というわけでですね、はい、あの下月さんあのすすり終わった後たまたまの視聴者さんにお会いしまして、あのやっぱりすすりちゃんのこと知ってるというね、あの知っててくださいました。いや本当にありがとうございます。いやそんなことない、多分ね、はい、俺のこと知らない。ラーメン官僚ってご存知ですか。後で聞いて後で検索してみてください。あ、検索します。 ブログですか。スル TV も出てたことあります。なんかそうなんです、はい、見てないなこの人たち。嘘。いや嘘。いやなんとですね、あの視聴者さんが、まあ、30分歩いてきたじゃないですか、うん、見かねて、うん、あの
送ってくださいって。いや本当にあすいませんマジありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にありがとうございますマジ。あれかいつものすすぐちゃんの勝ちパターンだよ。やってないっすよ。いつも やったことないから俺こんな初めてぐらいの感じ。まあ何回かありますけど。いやもう、はい、今日めちゃくちゃ暑いですよ。本当に暑いって。最近は31度です。あやばいっすね結構。だいぶ助かります本当に。ありがとうございます。マジですいません本当にありがとうございます。全然下月さん美味しかったっすよ。美味しかったです。めっちゃ美味しかった。いや美味しかったっすよね。あ、お二人も初めて行かれて。初めて。あ、そうなんですね。キレのある醤油感もありつつ。元々あの太平楽の店長さんだからね。やった。店長さんなんですね。そうなんですよ。店長さんの出身店で。あ、そうなんですね。で、あれはアゴだし使ってるから、はい、結構雰囲気が庄内のラーメンな。うんうんうん。熟成麺だよね。あれ結構熟成麺。あの麺自体もそうですね。はい。あれ結構製麺所の麺だっていうのっていう話なんですけど、はい、結構自家製ライクでね結構手口っぽさありますよね、うん、すごく非常にこう食べ進めるほど、うん、こう煮干しと返しの味がこうピタッと一体化してね、うん、非常に美味しいラーメンでしたね。いや美味しかったです。背脂の甘いものね、いいっすよね。メリハリになってて、うん、でね実はお二人にね今お二人、はい、おすすめのラーメンって教えてもらったんですけど、はい、風花さんね、はい、自家製麺風花さん、はい、こちら実は我々も狙ってる店、はいなんですけど、はい、美味しいっていうのでね、塩が特にうまいっていうので、はい、そうですね、はい、僕が塩、あなたが醤油、はい、なんで？じゃあ俺も塩食わしてくださいよ。いいじゃないですか、二人とも塩でもっていうようなね、はい、まあそれはまあ冗談ですけど、まあ、ただ結構注文多かったよね。なボリュームありましたね。うん、ボリュームあったんで、でも美味しかったね、本当に。あれですよね、ここで車に乗ると、はい消化されない。確かに。まさに乗せてもらって迷惑だみたいな。いや、じゃあ言ってない。確かに申し訳ない。いや、全然大丈夫、本当に。官僚なんかちょっとね、めっちゃ乗りたそうな顔してるじゃん。めっちゃ乗りたそうやった。いや、お前じゃねえんだけどな。俺と多分仙台のブロガーだったらね、多分歩いてる。それやっぱ。調べます。ラーメン管理もぜひ調べてみてください。ぜひ。気をつけて。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。よいしょ。ありがとうございました。助かりました。よいしょ。ありがとうございました。行きます。ありがとうございます。というわけで、往路30分以上かかってた道を、はい、5分以内で。いや、助かりました。本当に、視聴者さんに乗せていただきまして、本当にありがとうございました。はい、まして車は文明の利器ですね、という。素晴らしいですね、本当に。はい。まあ、こっからじゃあまた仙台市内に戻ってちょっと食べ歩くっていう感じですかね。そうですね。はい。じゃあ、ちょっと新旧を織り交ぜて、はい、まあ、仙台ならではの、ね、うん、そういったメニューを出すような店も、なるほど。ちょっといくつか、回りたいなと思ってるので、とりあえず行きましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。ここからは、地下鉄に乗って、はい、地下鉄に乗って大野原って駅で降りて、はい、そっから標高突破するか、うん、あわよくばバスとかがあれば袖捕まえるか、なるほど、まあ最悪タクシー乗るかで20分ぐらい、あでここでちょっと時間節約すれば、はい、3軒目が見えてくる。あで昼の3軒目で3軒目が見えれば多分勝ち確かな。何と戦ってるの本当に。この人たちで何と戦ってるの。とりあえず今の時も思いましたけど、とりあえず少なくとも安定的にご飯が食える状況を確保したい、はい、どんな状況なんですかそれ。人生においてそんな瞬間ないですけどね。衛星だったらもっと頑張ってる、まあ、6、7とかまで行きますもんね、うん、だから夜まで行ったらここはだから進展が多い普通の場所だから、うん、ただまあそれでもさちょっと効率考えればご飯は食べたいなと思っている、うんうん、ただ単に数を食べればいいっていうわけじゃなくて質も求めているので、いろんなジャンルを食べつつ、はい、効率よく回りつつで5件。そう、そう考えた時におそらく昼3食えれば、はい、夜には食えるかなっていうそういう感じがちょっと私の中で見える。最後違ったらごめんなさい。密着大野原駅着きまして、はい、これから行くお店が哀れ、はい、また駅から20分ぐらい歩く感じの暑いんすけどマジで本当にこれは歩かざるを得ないな。よし突っ込むぞ。まあちょっとあれですね、まあ、バスとか乗っていこうかなと思ったんですけどバスもタクシーも駅前いなかったんで今日もちょっとやばそうじゃないですか。で今だって1時もう過ぎようとしてるところでまだ1杯しか食ってないですよ今日。あやばいやばいやばい。まあちょっとせっかくなんでいろいろ聞きたいですけど、はい、まあ本当こんな質問するのってすごい申し訳ないんですけど正直、はい、同じラーメン好きとして、はい、官僚の一番好きなラーメンって何なんですか。醤油ラーメンだとどうですか。醤油ね難しいな。
胡椒そば好きかな。おお、胡椒そばって新しいやつですよね。うん、まだ食べてないですね。レギュラーメニュー化されて、まあ、しばらく経ってんだけど、はい、あれは醤油の中でも結構うまいかな。今はちょっと私お気に入りかな。まあ地方のラーメンで言うとやっぱり醤油ラーメン、白川ラーメンとかが美味しいので。うまいっすよね。うん、まあ、白川の上位店、その辺はやっぱり醤油ラーメンでも結構僕はおすすめかなっていうふうに思います。白川ラーメン美味しいっすよね。はい、まあ、全国ね2万800杯ぐらいですか今。ちなみに今年何杯ですか。ちなみに年末ぐらいって正確に数えるんだけど、はい、まあ500差し掛かったあたりぐらい。あ、今もう500いってんだ。はい、早いなマジで。ただ大好きマンさんはなんか今800だった。もうしかもラーメン二郎のみですからね。いやもう大好きマンさんはちょっと比べちゃいけないですよマジで。大好きマンさんもうすでに800なんでしょ。半端ないっすよ。すごいわ、はい、年間でもちょっと800食べると、いや多いなっていう、まあ、結構食べたなっていう、ね、800って、うん、毎年やってると、うん、その辺の微妙な杯数による温度感の差っていうのをめっちゃ感じるんですよ。うん、710とか720とかで終わった年は、はい、そんなに食ってないな無理してないなっていう感覚になるんです。なるの、うん、分かるんですね。そこが760とかになってくるとやっぱりあちょっと頑張ったかなっていうような感じに出てくるかな。これねやってると分かる。その微差って出るんですね。やっぱ出る。やっぱり要するにその辺のほら1日2杯っていう平均の杯数で食べてると、うん、730の落ち着くんですけど、はい、760にしようと思ったらプラス30杯いるんですね。うん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 、するとどっかで3杯の日っていうのを結構作ってることになったりするじゃないですか。確かにそうです。その辺がやっぱりあちょっと頑張ってるなとかちょっと食べてるなっていう感覚にすぐ出てく現れるっていうか、そういう感覚抱きますね。なるほど。ちなみにさっきの続きですけど、塩ラーメンどうですか。はい、塩はね結構今期1都3県も良かったし、全国的にもうまい店多いかなっていう気がして、はい、個人的には今塩のあっさり系っていうのが、はい、多分一番正直ラーメンのレベルが高いかなっていうふうに思ってる。おお、そうなんですね。うん、なので、はい、ちょっと一軒に絞るっていうのは非常に難しいんだけれども、はい、直近で食べててうまいなと思ったのはやっぱ小室の塩かな。ああ、神ですね。うん。はい。で、あ、やっぱり美味しいなっていうふうに思ったのが東関屋の塩。ああ、東関屋完了押してますよね、ずっと。あ、僕好きなんですよ。うん、あそこカレーつけ麺みんな押してるんですけど、はい、私はカレーつけ麺と同じくか、それ以上に塩が好きなの。へぇ、うん、東関屋ちょっとまだ行ってないんで、行きたいっすよ。行ってみて。はい、改めて、普通に俺完了って行きたいですね、東関屋は。あ、いいよいいよ。はい、あとは、やっぱりこの、私は常にずっと押し続けてるんですけれども、金時の塩ね。まあ、うまいっすよね。まあ、この辺は鉄板。うん、あと、神風の塩、はい。はいはいはい。神風も押してます。トライで結構人気あるイメージですね、神風は。神奈川の店である上に、もともと神風っていろんな上骨折歴史がある店なんで、はい、今の味に行き着くまで相当この味のチェンジを繰り返してるんですね。あ、そうなんですね。だから僕も前食べに行った時、そこまで、うん、まあ、絶賛するほどかってちょっと正直思ってたんですけど。どちらかというと塩だれの尖りが強いラーメンだった、はい、だけど、はい、その尖りを残しながらも絶妙な塩梅に落ち着かせながら、なるほど、出汁感を膨らませて非常に今いい塩ラーメンになってるかな。あとはね、今期の顕著な特徴として、はい、名店群ではやはりさっきもちょっと名前挙げましたけど、黒木の塩は、移転してからちょっとワンツーランクさらにレベルが上がって、うんうんうん、ちょっと手がつけられない状態。あ、俺も官僚に聞いて黒木の塩食いに行きました。うん、うまかったっすわ。うまいっしょ。うん、甘みのある感じというか、なんだろうな、すごい品のある塩ラーメンだったっすよね。そうそうそう。黒木の塩って、黒木らしい個性っていうのが結構8割ぐらい出てて、はい、その黒木らしい個性イコール美味しさみたいなところがあったんですけど、うん、今は黒木らしい美味しさを5割ぐらい残しながらも、うん、5割は王道のうまさを追求してるって感じで、スタンダードとオリジナリティを結構絶妙な塩梅で返されたなるほどな一杯になってるかなって思ったりしてますね。はい、であと最近の注目株で言うとフィールの塩と藤崎の塩、この2店舗の塩ラーメンっていうののレベルがオープン当初と比べ物にならないぐらい上がってます。上がってるんです。藤崎もちょっとオープンしてからしか行ってないし、フィールも塩ラーメンは最初の時しか食べてないんで、あ、もう全然ね、もうビジュアルからして別物になってる。別物なんです、はい。あの辺は行っといた方がいいかなっていうふうに思います。なるほどなるほど。いや、すげえ、塩ラーメンの情報がこんなに出てくると思わなかったです。ありがとうございます。でも今塩の上位点がすごい高いレベルで拮抗してて、はい、正直醤油よりも
ータルでの美味しさは上かな。ちなみにちょっと暑い夏に聞くのもあれなんですけど、味噌ラーメンどうですか？味噌はね、全国の味噌ラーメンで言うと、はい、僕はね、諸子貫徹が好きなんですよ。ああ、山梨。山梨。はいはいはい。で、あと、最近食べたお店だと、梅の木っていう、これも山梨のお店が。そんな味噌ですか？あります。はい。そこの味噌っていうのはしっかり作られてて美味しかったね。あ、そうなんですね。はい。いわゆるトライ県内にあるって、トライが評価してる、うん、一都三県にあるお店でもおなじみのフックとかね。はいはいはい。フックは僕も大好きですよ。ありますし。まあ、サントラ朝日町内会とか、そこら辺の。まあ、その辺も常連ですよね。うん、あとは豪華。あ、ゴーもそうですね。うん。とかっていうのは、まあ、結構、味噌ラーメンでおなじみ。で、久しぶりに食べに行ったんですけれども、はい、大島のやっぱり、味噌ラーメンは美味しい。安定感ありますよね、大島。はい。はい、サントラとも、ゴーとも違う、うん、純スミ系っていうか、スミレのれん分けの、最も正統派ど真ん中を行く味っていう感じで、うん、確かに。大島の味噌ラーメンは、やっぱり相変わらず、あ、これうまいなって言って、うんうん、まあ、系統の味噌のを食べる際に、あ、これ美味しいかな、これどうかなというふうに考える際、ベンチマークにしてるのが私、なるほどなるほど、大島なんですよ。いや、うまいっすよね。はい、大島さん背高いっすよね。高いな。結構出てこないから分かんないんだけど背高い。そうなんですよ。キッチンの高さかと思ったら大島さんの背の高さっていう。めっちゃ高いんだよ。そう、意外と背でかいっていう、ね、なるほど、はい、じゃあ豚骨でもジャンルで言ったら広いじゃないですか、トライのやつだと。だからちょっともう純粋に豚骨、まあ、家系とか二郎系とか抜きにした豚骨といって純豚骨、はい、あ、まあ、これも全国でも全然大丈夫です。豚骨の全国っていうことになってくるとめっちゃあるんだけれども、はい、文字の系順と、はい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 、北九州ですよね、はい、大牟田の東洋軒本店と、うん、まあ俺は好きだっていう話なんですけど、荒尾の富士屋、知らない、富士屋、はい、はい、でちょっと豚骨系でっていうので本州の方に行くと、はい、三陽大野田の加藤、うんうんうん、いわゆる宇部系の豚骨の中では私一番好きな味かな。山口県もね、宇部豚骨っていう一応ご当地ラーメンというか、はい、特徴的なラーメンがあります。一応純豚骨かな、これも、はい、っていう感じですね。であとは三重の波平とか、はい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 、博多一丁とか、あ、この辺あれうまいですか？美味しいです。あ、俺まだ行けてないんですよ、そこら辺。三重で絶対食べとかなきゃなんない純豚骨ですね。あ、マジっすか？レベル高いですね。ちょっと今度行きますよ。で、あとはいろいろありますが、都内に入ってきても、はい、最近で言うと赤坂のカズっていう店が、はい、オープン当初と比べ物にならないぐらい、あ、美味しいですか？あれなんかうまそうなんですよ、ビジュアルが。あ、うまい。あ、マジっすか？うまくなってる。すごい、もう全然オープン当初とは別物で、うん、スープの濃度をとにかく上げるの。ガンガン、はいはい、ガンガン炊いて、はい、もう一口すすった瞬間にうわ濃いとけどまろやかっていう、うん、そういう感じの豚骨になってるっていうのと、あとはね案外知られ始めてますけど三代目だるまね、お台場に、 あそこいいっすよね、本当。あそこなかなかうまいなってことで、うん、お台場のラーメン国技館っていう集合施設の中に入ってる店だけれども、はい、再評価してる人っていうのは今多い状況、うん、まあ投資営業ですしね、はい、めっちゃ入りやすくていいですよね、本当に。そんな感じですかね、うん、ちなみに家系二郎系とか食べますか、官僚って。あ、食べますよ。そうね、この暑いので家系二郎系って結構しんどいんですけど、まあ、この時期はちょっとね、まあ、僕が好きなのはやっぱ、はい、浜の屋だよね。めちゃくちゃうまいですよね、本当に。それこそマーミンと話してて、はいはいはい、ちょっとうまいねってなったのが、はい、杉田屋のよ千葉友好店。ああ、千葉友好店、僕家系ラーメンで一番好きかもしれないです。うまいよね。うまいです、本当に。まあ吉村屋系の要するに返しが強いっていう、そういった特徴をちょっと残しながらも、うん、それだけじゃなくて出汁のボディもしっかりとあって、うんうんうん、系統を丁寧に美味しく作ったらこうなるんだろうなっていうような味、うん、それがやっぱり今杉田屋の千葉友好、はい、かなというふうに思います。いや、うまい。でも確かにあれですよね、浜根さんも友好にいたじゃないですか、うん、そうっていうのもあって、やっぱそこのイズムがやっぱこのバランス感覚の良さかな、うん、ですよね、本当に、うんうん、その辺はおすすめですし、うん、あと相変わらずキーキー、ああ、蒲田、はい、トライでいうとこの今期2号店ができて、あ、そうですね、そういえば、はい、武蔵に行ったかな、はい、にできて、まあそこちょっと麺を1号店と変えたりしてるっていうので、うんうん、まあ、ちょっと違い出してきてるんだけれども、はい、まあ、両店とも相変わらずやっぱりレベル高いなと思う。あ、そうですか、はい、俺もちょっとまだ2号店行けてないんで、はい、今度2号店も行ってみます。あ、いいっすよ、なかなか。本当1号店とは違った麺で、麺がちょっと変わればこんだけ食べ口違うのかっていうぐらいちょっと違ってて、ね、なかなか両方面白いです。2号店も美味しいです。あ、そうなんですか、はい、ちなみに二郎系ラーメンありますか？まあ、直径でもいいです、もちろん。直径もなんやかんや、カニを全部行ってますもんね。いや、全部ではないかな。あ、全部じゃないんだ。どこ行ったら札幌行ってないかも。ああ、相変わらず、北海道が弱いようで。
札幌はね、まだ二郎にまで手回ってないよ。あ、そうなんですね。まあ結構ね、ラーメン二郎食べるとやっぱお腹いっぱいになっちゃうんで。私はね、はい、ベタかっていうふうに思われるかもしれないけど、はい、やっぱりバランス取れてるなと思うのが、はい、エドモンド。ああ、うまいっすよね、エドモンド。一番だからこの美味しく作ってるのはエドモンドかなっていうふうな気が、うん、いや、うまいと思います俺も。で、何気に数年食べてないんだけれども、はい、今度ちょっと味の再確認行ってみたいなと思うのが、はい、別にスルちゃんに媚び売ってるわけじゃないけど、もみじ屋だよね。おお、え、嬉しい。3回ぐらい食べに行ってるんですけど、はい、1回目2回目3回目全て一応私的な印象すごく良かったんですよ。美味しいですよね、もみじ屋。今どうなってるのかっていうのにちょっと興味があります。うん、はいはい、着きました。はい、結局歩いたね。歩きました、20分ぐらい。もう暑いっすよマジで。結構いい運動になってるよね。はい、だからトータルで1時間ぐらい歩いてるってこと。そうですね、でも1万歩ぐらいもう歩いてますけどまあいつもこういう食べ歩きをしてるので。いや、これまで楽してるだろ行きましょう覚えてんだよねこのけどね、やっぱ歩かないとね、土地勘出ない、土地勘はつかない。それは間違いない、車より歩きの方がやっぱ出ますよね。うん、行きましょう。はい、簡単のやる。いや、テーブルでもいいっすよ。ちょっとお酒に大事ですか。あ、もちろん。めっちゃうまそうだな。いただきます。めっちゃいい声だな。うまい。めっちゃうまいっすよ。え、ほんま？すごい正統派ですけど、うまいっす、それ。マジで。正統派だけど、めっちゃうまいわ。うん。うまい。ほんと珍しいですね、官僚が一口目からうまいっていう。おお、うまいわ。うちはこうっていう味だよ。うん、うまいのか。めっちゃうまい。いや、塩うまいっすね。両方うまい。白醤油これ。なんか白醤油か。昆布とかめっちゃ魚介効いてるな、マジで。うまっ、めっちゃうまいじゃないですか。うまい、すいません。うまい。いや、両方うまいわ。うん、相当うまいですよ。うまい、相当うまい。本当にあってもこれ、うん、超上位に食いますね。あの新店で、この時の新店あったら上位だよこれ。うん、うまっ、生姜入れたらめっちゃうまいわマジで。これ相当うまいぞこれ。はい、これうまいわ。僕今まで仙台で食ったラーメンで一番うまいかもしれないです、リアルに。いや、ここでフルでもう白醤油と醤油食ってもいいぐらいです、ほんとに。2杯ね。うん、うまいわ、ワンタン。やべえな、めちゃくちゃうまいわ、ほんとに。密着。ちょっと想像の遥かを行く美味しさだよね。はい、いや、あそこはもともとひょっとこ、有楽町のひょっとこの出身で、下北沢で曲がり、はい、で仙台に移転して曲がり、で今回2022年独立なんですけど、いや、あそこまでうまいんだったらこのもう曲がり時代からずっと追っとくべきだったぐらい。特に昆布ね、うん、ちょっと想像以上だったかな。これ来れてよかった、次の店に移動しようとしてるところです。ちなみに官僚って仕事が本当に国家公務員というか、うんうん、本当の官僚なんですよね。あ、そうです、そうです。なんでなんか官僚なんですかとかって質問が結構来たりしてて。それが来るのね。あ、じゃあ本当に公務員だから官僚なんですっていう答えです。うん、なるほど、なるほど。あんまり面白くない答えなんだね。まあ、ラーメンの食べる人が遠征やってるじゃないですか。うん、で、この領収書を、国の税金で、使ってると。使ってないから。これははっきり言われて違うから、これ、すべて。無償でやってますから。このタクシーも私たちの血税で支払う。ちょっと、もうちょっと否定してくれないと。ガチみたいな。冗談だった。おう、おうみたいな。おうじゃねえよ。おうみたいな。しかも官僚のすごいところって、ラーメンの生地とかも無尽蔵に出してるじゃないですか。あれ全部無償だから。やばいっすよね、それ。あのね、無償だから無尽蔵で出せる。あ、むしろそうなんですか。考え方変えたり。要するに、お金取る場合って、文字数あたりいくらっていうパターンも結構あるんです。あるらしいんですよ。はい、ただ、お金取らないので、うん、その、要するに、出版社とか、そこの、要するに、雑誌と編集者さんとの付き合いの長さで、うん、どんどん各分量増えていってる。なるほどね。
うん、で今に至ってるって感じ。あ、そうなんですか。そうなんです。だからあのお金を取らないからこそ、はい、ある程度あの要するに厚めの記事が書けるっていう意味では発信しやすいかなっていう。まあ発信者としてはそれはいいかもしれないですけど、でもまあ本当にそれもただの趣味でやってるっていうことですね。そうだよ。食べ歩きまでを趣味でやってるとか、まあインスタとかツイッターに上げるぐらいの人いるじゃないですか。考え方変えればいいんですよ。多分スルちゃんもそういうところあると思うんだけど、はい、この好きな食べ歩きをしながらその店の情報をきっちりとアップできて見てもらえるって結構いいことですよ。まあまあそうですね。業界的にもめっちゃありがたいことだと思いますけど、うん。で、それを、すずちゃんは本業でやってて、はい、で、俺は本業があるから、うん、要するに無償でやってるんだけど、うん、そういう違いに過ぎないよね。いや、だいぶ大きい違いだと思いますけどね、本当に。時間かかるわけじゃないですか、その情報を作る上でも。うん、ただ頭の中で大体情報まとめてるし、うん、あの、あと、普段、ツイッターで書いてるでしょ。あれをどういう風に膨らますかっていう世界の話だから。あれをベースに、でもあれもすごいですけどね、ツイッターも。あれはね、あの電車の中とかでね、時間があると書いてる。うん、しかもあれきっちり文字数が140字きっちり140字でやってるっていう、あの几帳面さというかね。もともと文章書くのとか好きやったんですか、やっぱその昔から。うん、普通ではなかった。学部って何学部だったんですか、ちなみに。あ、法学部です。あ、法学、あ、え、文一っすか。うん、えぐいまして。いや、そうそう、現場超頭いいじゃん、本当に。東大文一で、あ、でもまあ普通に文章を書くのとかもまあ好きだったと。はい、そうです。そうなんだ。で、それをラーメンを食べるので生かしてるっていう。確かに。ラーメン食べるためにしか生かしてないっていう。どうしてこうなった。マジでなんか、ラーメンに出会ってなかったら全然別の人生になった可能性ありますよね。体型も全然別だった。確かに。ちなみになんか、あの、人間ドックとか行ってるんですか。行ってる、行ってる。あ、行ってるんですか。異常はない。異常ないんだ。異常ないよ。あと、もちろん脂肪肝はあるよ。もちろん、また異常あるじゃん、それ。異常だろ、それ。いや、それ脂肪肝は、別に、はい、あの、20年ぐらいずっとあるから。あ、昔からなんですね。え、それ治さずもうずっとそのまま来てるみたいな感じで。治った時期ない、知らんない。え、じゃあ、もともとずっと食べること自体は好きだったっていうことなんですか。あ、そうかもしんない。あ、そうなんだ。うん、なんか良かったわ。そういう人間らしい一面が見れたというか。うん、あ、血圧とかは上118とかで普通よ。あ、そうなんですか。糖尿ないし、痛風もないから。ちなみに、なんですけど、これももしかしたらよく聞かれてる質問かもしれないですが、はい、ラーメン以外で好きな食べ物ってあるんですか。うどんです。うどん。麺類離れてみましょう、一回。あ、麺類離れたらどうなります。焼肉とかもハンバーガーとかも好き。まあお子さんの食べ物好きね。カレーとかも好きですさ。あ、そうなんだ。へえ。まあじゃあお店向かいましょう。はい、はい、次の店楽しみにしてるんですよ。まあ今日の大本命の一つです、ね。まあそうですね、はい、ちょっと今日もすでにもう話も出てるお店でしたから、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。すいません。はい、すいません、から失礼します。はい、ありがとうございます。はい、塩そばです。こちらから失礼します。いただきます。いただきます。お、すごいな、伸びるよ。うまっ。でも、もさ、全然もさっとしてない。めちゃくちゃうまいじゃないですか。今日めっちゃうまいな。山にもっと甘い。うん、うまっ。いや、麺もめっちゃいいですね。うん、ちょっとこの歯切れのいい、うん、めっちゃこのザクザク感というか。で、麺うまっ。うん、ちょっとビビるぐらいうまいですね、これも。またいいよな、ちょっと地方のラーメンと思えない。はい。え、仙台レベル上がってるっていうのがこれ今回すごいね。うん、で、あのスープが絶妙な熱いんだよね、このちょうどいい、うんうん、熱々、うん、熱々なのにめっちゃ味しますよね、ちゃんと。うん、うん、まあ、それこそマークしてたとはいえ、あの、うん、視聴者さんに今回紹介してもらったんじゃないですか。うんうんうん、めっちゃうまいっすね、マジで。あの時車乗せてくれた、見てるよ、乗せてくれた視聴者さん、めっちゃうまいっすよ、マジで。とにかくうまいし、このコンパックに似たようなメジャーの塩ラーメンがめっちゃあるんだけど、うん、こういうこのうまみの効かせ方と塩だれのこの立たせ方をするラーメンっていうのはあんまりない。ないっすね。うん、足うまっ。柔らかすぎてすぐほどけちゃうんだけど、トッピングめっちゃうまくないですか。うん、うん、メンマとつくねとチャーシューが、うん、全部うまい。この塩ラーメンって難しいんですよ、うん、よくあるのがチーユがかっちゃってるパターンと香味野菜出しちゃってるパターンっていうのがあって、うん、前者はチーユの旨味でスープマスキングされる、後者は野菜の甘みでもっさりしちゃうんだけど、うん、これ両方ない。うまい。いいっすよ。ヘッドに軽いし、旨味も伸びるしで。何回こう連結するか、その度にちゃんと旨味がきちっと来るような、うん、もう普通にこれ簡易したくなるラーメンっすよ。あとやっぱりちょっとチャーシューの動物性の肉がのエキスが溶け出してくると、うん、よりちょっと深みますというか、重くそうです、ね、スープの感覚が重くなってくる。感じ出ますよね。うまいわ。じゃあ、うまいうまいうまいだけもらっていいですか。
うまいです、うまいです。なんそんなんだったっけ。ちょっと、いや、お願いランキングされたらやってたじゃないですか。うまいってやつ。あ、うまままままま。ありがとうございます。懐かしい。もう10年ぶりにやりましたよ。ありがとうございます。好きっす。こっちもこっちでうまい。密着。風花さん、はい、めちゃくちゃうまかったですね、塩。いや、よかった。うん。まあ、1軒目もうまかったね。今日、もう今のところ全部うまかったですね。これね、するちゃんとの食べ歩きで、極めて珍しい。いや、普段どうなってんのって話なんだけど、マジで。そんなこと言ったら、今までの旅の動画どうなるんですか。これね、理由分かってんだよね。俺が、仙台に4年ぐらい来てないから、うん、いい店が溜まってんだよ。確かに確かに。それはものすごくいい食べ歩きになってるっていうね。そうですね。塩うまいわ、本当に。塩は、はい、食べ始めにすすってもうまいし、うん、中盤すすってもうまいし、うん、このすするたびにうまいですよね。そうですね。ずっとうまくて、うん、ずっとすすり続けられるというか。ずっと余韻が続くんで、はい、食べてて流れに乗れるっていうね。こう流れが切られることがなく、そうですね。どん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 麺とスープが吸い込まれていくっていう、そういう感じ。あとチャーシューもめっちゃうまい。チャーシュー、トッピングもマジで抜かりない。あれはね、結構、こう今後の仙台のラーメンシーンを変える店になると思いますよ。お、はい、場所もいいしね。あ、ここで場所いいんですね。はい、これこの岩切のあたりってラーメン激戦区なんで、はい、はいはいはい、結構ラーメン好き集まってくるんですよ。なるほどなるほど。だからそこに新しい新店ができたっていうのは、うん、結構この仙台のラーメンシーンにとって大きなトピックになってんじゃないかなっていうふうに思います。でこれからまたちょっと仙台駅の方に戻るために。そうね、仙台駅の方に戻って夜の分待ちをするっていう、そういう感じ。まだ来んですか。もういいんじゃないですか。まあ今回、はい、風花さんでね、思わぬ収穫があって醤油も食えた、はい、そうですね、はい、今4杯食ってました、3軒で。そう、もういいんじゃないですか。いや、よくないでしょう。僕はいいんですよ。僕正直もう3軒くらい回れたら十分ですもん。いや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 、なんかものすごい増えるんですけど、うん、まあまあ。けどこの流れ乗っときたいよね。この1軒目2軒目3軒目ってワンツースリーっていいっていう流れでしょ。はい、4軒目もそのまま良かったら最高じゃんね。ラーメンの食べ歩き流れとかあるんですか。それマージャンじゃないんだからマジで。いや、あると思う。ポンポン上がれてるからみたいな。そんなボンと悪いのが入るとか、はい、よくあるのが1軒目初手がいいけど初手からどんどん下がっていくっていうのってあるじゃないですか。それありますね、確かに言われてみると、うん、そりゃそうなんだよ。あと初手って一番行きたい店入れるから。まあまあ確かにそうか。絶対ここは外さないって店行きますもんね。ただ仙台はそれがいくつか溜まってるので、はい、うん、全部がこのいい状態のものを食えてるっていうことなんですね。今回最高ですよ正直今回は。いやー、これね、ちょっと来てよかった感あるわ。うん、夜もねできる限り頑張りたいと。いやー、もう十分だって本当。何を官僚がそうさせてるんですか。やっぱ1日に年間こう700以上っていうやっぱボーダーを常にこうクリアし続けてきてるわけじゃないですか。うん、ただね、はい、別にね、このボーダーに向かってがむしゃらに食べてるっていうような、うん、そんな感覚は正直言ってあんまりないですよ。お、自然と食べてるとボーダー近辺かボーダー前後の落ち着くっていうのが正しい。なるほどなるほど、うん、じゃあもう特に頑張って食べようとかしてるわけじゃなくて、まあ、自然と食べ歩きをしてるっていう感じですか、官僚にとっては。そう、自然とこの要するに700にちょっと追いつかないからがむしゃらに食べようっていうようなことってあんまりしたことがなくて、まあ、食ってたら700いってたわぐらいの。そう、へえ。ただ普通に食ってても800は絶対いかないですよ。ああ、やっぱそこはちょっと明確な壁があるんですね。僕の生活サイクルと食べ歩きのスタイルっていうので、はい、多分そうなってるんだと思う。だから800はいかない。まあ普通に仕事もしてますし、まあ、それこそ奥さんもお子さんもいらっしゃるわけじゃないですか。そうですね。家族との時間みたいなのだったりするんですか。家族との時間ないかなあんまないかな。結構やっぱラーメンの方に。いや、だからね、ウィンウィンなんですよ。なんかみんなね、家族との時間を犠牲にしてラーメン食べてるやつっていうようなイメージがあるんだけど、はいはいはい、これは半分不正解で、はい、半分正解かよって話なんですよ。50なんだ。子供がね、うん、今反抗期だったりとか、はい、受験勉強とかしてるから、はい、あんまりこの親として何かどっか連れていくってことはしなくていいし、逆に下の子なんて女の子なんだけど、はい、行きたくないんですよ俺と一緒に。なるほどなるほど。ということで、そうですね、一応夜は家に帰って家族の時間っていうよりか、まあとりあえずちょっと話したりはしてるんだけれども、うん、まあ、それ以外のことせずに別に普通に過ごせてるって感じかな。なるほどなるほど、うん、まあもうそうですね、行ったらお子さんも結構まあ大きいというか、うん、だから私の場合は上の子が赤ちゃんだった時にはもう食べ歩いてたから、はい、もうその生活スタイルになってんだよね。何かこの昔から途中で子供が何歳になった時ぐらいから急に始めて、うん、なんだこれ今までものすごく小物
王道だったのに、なんかこうラーメン屋さんばっかり行くようになったぞっていうような感じじゃなくて、うん、もう生まれる前からラーメン屋さんばっかり行ってたんで、なるほどなるほど、そんなに生活で影響ないっす。お奥さんは結構その奥さんもラーメン好きなんですか？結構。いや好きじゃないね。好きじゃないの？うん、好きじゃないし、はい、ラーメン食べなくもないけど、はい、好みが全然違うんだよ。一緒に行ったりすることあるんですか？あのね、だから一緒に行かない。あ、いいか、行かないんだ。もう綺麗なラーメン嫌いなの。あ、判例。じゃあ二郎系とか好きってことですか？いや、あのね、二郎系の方がまだあっさり系より食べるぐらいかもしれない。へ、うん、そうなんすね。うん、あのとにかくトッピング、チャーシューとか野菜とか、はい、そういうトッピングが多いラーメンじゃないと食べないですよ。そうなんだ。知ってると思うけど、俺はトッピング少なくても平気じゃないですか。まあ、だってできるならかけそばみたいな。そう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 、はい、全然違うんですよ、うん、好みが。でそういうのもあって一緒に食べに行ったりあんまりしないよね。なるほどっす。あ、そうなんだ。うん、だからあの私南浦に住んですけど、南浦の周りにある、うん、この綺麗なラーメン作る店あるじゃないですか。まあ名店金勝さんだとか、原田さんとか、はいはい、安吾さんとか、はい、エータさんとか、はい、あの辺のラーメンよりはもうちょっとごちゃっとしたそういうラーメンの方が好きだよね。ああ、そうなんですね。うん、ちなみにあの奥さんとの出会いはどんな感じだったんですか？合コンだよね。合コン。うん、今合コンとか言わないと思うけど、昔合コンって流行ってまして、はいはいはい、その合コンで知り合って、で、あの、そうだね、あの、結婚した。で、その結婚した時っていうのは、俺ラーメン食うけどいいっすよねっていうような感じ。どんな断り方？マジで。ラーメン食う人で、はい、あんまり家でご飯食べないけど、ああ、なるほどね。いいよね、みたいな。うん、ああ、全然いいよ、いいよ、いいよっていう話、感じだったので、結婚してるっていうのもあるので、ほら、よくこのラーメン食いで、うん、この結婚したり子供ができたりして食べる量減ったとか、はいはいはい、食べれなくなったって人いるじゃないですか。まあまあいます。そういう風な感じではないんですよ。あ、そこはじゃあもう、まあ、合意の上でご結婚された。そう、歴が長いところのことの利点だよね。というとするちゃんもさ、もともとほら結婚する前からラーメン食ってて、それこそそうですね、うん、あのラーメンには理解あるよね。まあだいぶそこは理解していただいてます、うん、はい、でところが違う、全くあの何あの宮遣いとかさ、はい、あの会社勤めしてて、うん、急に YouTuber やりますみたいな話になったらさ、どうなったか分かんないじゃん。いや、それは多分ね、僕も反対すると思いますよ、そんな言われたら。だよね、はい、だからそれ織り込み済みで結婚してるから、うん、あのそこのとこあんまり問題生まれてないですよ。あ、そうなんですね、うん、いや正直なちょっと心配で、なんていうか最近なんかは家にいない方がベターみたいな、はい、あ、もうそういう状況になってきてるんですか、うん、これはね、どこ の多分ご家庭のね、あのお父さんでも言えることかもしれないですけど、はい、ある程度子供が大きくなってくると、はい、家におられると鬱陶しいっていうことだった。逆に邪魔みたいになってくるタイミングがあるんですか？僕なんかあのほらラーメンの原稿とか家でシコシコ書いてる、土日に書いてるんだけど、はい、それめっちゃ鬱陶しいらしくて、はい、あの小さな机と小さな椅子があって、はい、隔離されたようなところで一人書いてるんだよ。そんなそういう空間にただそういうとこだと集中して書けるから帰ってよかったりするの逆にそれがそういう場所が心地いい、そういう感じです。へえ、はい、いやちょっとなんかご家族との関係も若干気になってて、いやなんか僕らも土日よく一緒に行くことが多いんで、うん、なんか どうしてんのかなみたいな思って。あ、それはね、うん、全然問題ないです。あ、そうなんですね。むしろ行ってくれるっているのみたいな感じ。あ、そうなんだ。むしろいない方がいいですか？むしろいや、もう年取ったからダメなのみたいなご家族からも煽られてるんですか？そうそうそう、煽られてるんですよ。食ってないっていうことはもうダメ、あのダメなの、ラーメン嫌いだったのみたいな。どんな家庭なんだよマジで、っていうようなこと言われたりします。そうなんですね、はい、ちなみに、まあ、もし難しかったらですけど、子連れとかでも入りやすいラーメン屋さんってありますか？子連れね、結構僕も聞かれるんですよ、よく。一都三県でだよね、はい、それ地方のラーメンはさ、小上がりとかさ、うん、テーブル席あるからいいんだけど。そうですね。ね、案外ね、埼玉の近くで子連れでも、あ、ウェルカムよっていうふうになったのが金勝さんとかね。だって金勝はカウンターのみっすよね。カウンターのみなんだけど、はい、あそこ別にスローフードっていうかさ、うん、あのどちらかというとこのさっさと食べてさっさと出ろっていう店じゃなくて、うんうんうん、ゆっくり味わってくださいっていうスタイルじゃないですか。確かに確かに。そういう店はあの基本的に大丈夫だし。確かにな。あとはあの、まあ、埼玉ネタっていうか家の近くネタっていう、家族だからねっていう、実際に連れて行った店で言うと食堂たまりとかね。あ、食堂たまりでも確かに行けそう。うん、あそこはほら、はい、あの大宮の高島屋の裏にある食堂で、はい、テーブル席主体だから、うんうんうん、ああいうところに行ってね、ちょっとあのラーメンとか、うちの嫁だったらいわゆるタンメンとかね。ああ、なるほど。具が大きいの好きだ。そういうことですね。タンメンとかが好きってことなんですね。そういう感じです。だからあの、はい、うちの奥さんってあの中本好きだったりするんですよ。ああ、そうなんですか。辛いの得意で、はい、であの結構野菜が多いの好きだから、うんうんうん、中本とかはあの彼女好みですよね。へえ、
そうなんですね。面白いんですよ。だからね、食べてるの見てると麺が残るのよ。あ、具を先に食べちゃう。具とスープをどんどん食べていって、はい、麺が残ったりしてるっていうのがすごい面白い。僕で絶対ありえない。アメリカ人みたいな食い方です。そんな感じっす。面白いですね。でもね、いや、ありがとうございます。ちょっとバス乗ろうとしたんですけど、はいはい、結局あのバスがなんか来たんだか来てないんだか分かんないですけど。まあ、けどよくあることで、はい、次のバス多分1時間近く経たないと来ないじゃないですか。そうですね。だったら 2.2 キロぐらいだったんで、はい、まあ歩くよねっていうので今歩いてるね。今あの自家製麺風化から、岩切駅まで歩いてます今。はい、マジでもう暑いですって。こういうの結構よくやってるんですか。やってるやってるやってる。やってるってもうそんな言わなくてもやってるやってるって。やってる。基本に一緒に行きましょうって言って声かけてくれる人がいないエリア、はい、っていうのは私車の運転っていうか免許ないのでできないので、はい、レンタカーも借りれないから、はい、公共交通機関と徒歩もう組み合わせてこれでいろいろやってきてます。いやーすごいわ。でメリットとしては、うん、土地勘ができる。まあそうですね、うん、だいぶ違うでしょ。この辺歩いてるけど多分いい経験になってると思う。するじゃん。いやすごい。だってもう僕仙台のそれこそ電車とか乗ったとかもほぼないんで、僕ほとんど車で移動してたんで、やっぱこういうのを経験しておくの大事ですよ。確かにそう。電車に乗って、はい、でどのホームからどういう感じで行って、あの辺の場所の雰囲気ってどうなのみたいなとかは、はい、大体この仙台とか宮城は入ってる。でもそうっすよね。まあラーメンに詳しいのはもちろんなんですけど、官僚ってその場所とかにもめっちゃ詳しいっすよね。うん、電車とかも詳しいっすよね。むしろだからこんな車乗らないから、はい、トータル的に言うと、うん、仙台から東京の鈍行も乗ってるし、はい、九州の方まで全部各駅に多分連乗してるので。あ、してるしてる。マジっすか。うん、まあそっか、20年以上やってたらそうなるのか。そう、全駅一応制覇してます。全部の駅降り立ってラーメン店食べてるわけじゃない。ラーメン店ない駅もあるんだけど、まあ、踏んではいるってことですよね。踏んではいます。やばいな。しかも1回じゃなくて結構複数回踏んでますこれ。はい、やばマジで。とんでもないっすね。結構密着。電車で仙台駅の戻ってまいりました。はい。じゃあ今日はこれで終わりということで、お疲れ様でした。そんなお疲れ様でした。今歩いてるよ。歩いてるやん。違うか。はい、歩いてるやん。はい、で仙台駅越えてるやん。降りて歩いてんのよ。すごい。関西のツッコミがすごい。いや、あの、結構ほら、徒歩の紅葉ってすごいでしょ。いや、だいぶ、てかもうなんならお腹減ってるぐらいまで行きましたよ。で、まあそれは言い過ぎかもしれない。言い過ぎだろ。まあ、いっぱい食べたらお腹いっぱいになると思うんですけど。いや、ただほら、スペースが一杯分ぐらいちゃんとこう、できるんだよね。あ、来ました、来ました。スペース空く。やっぱいいっすね、うん。徒歩との組み合わせ。でね、まあ不健康なことやってる割に、はい、あの、ちょっと健康なことやってんじゃないかっていうの錯覚も抱けるっていうことで、ちょっと罪悪感が減りますね。減るの、はい、車はね、本当罪悪感あるよね。いや、一番乗りたがってんの官僚でしょ、マジで。これ知ってる。今日どうだった、この結構歩いたじゃん。あのタクシー区間除けば多分だから10キロぐらい下手したら歩いて、まあ、それでいいか。でもまあ、まあ7キロぐらいぐらいは歩いてると思いますね。で、まあこうやってゆっくりとねラーメンを楽しむというのもいいです、ね、悪くないかなっていうふうに思ってます。うん、はい、で今向かってるのは、はい、一応空いてるかどうか分かんないですよ。投資営業で19時までなんで、はい、公式営業時間通りなら空いてるんだけれども、まあまあ、ちょっとまあ、あの様子見に行ってみて、はい、やってるんであれば迷わず入りましょうっていうところです。なるほどなるほど。しのぶ支店っていう、はい、しのぶ本店っていうのが、まあ、あの仙台で、まあ、名店っていうか老舗、はいはいはい、昔から続く老舗であって、はい、でそこの冷やし中華って有名なのよ。え、冷やし中華が有名な老舗があるんですか。はい、行ったことなかったっすよ。僕も1週目か2週目の時に食べてるんですよ、うん、しのぶ本店は。かなり早い段階で。はい。だからマストです。あ、もうマスト店なんだ。マストです。行ってなかったっすよ、本当に。はい、じゃあ、しのぶ本店っていうふうに、はい、まあ思うでしょ。はい。閉店しちゃったんですよ。あ、本店がなくなってしまった。なくなって、はい、今、支店が残ってるだけ。2軒支店があって、そのうちの一つは昼営業のみなので、はい、もう一つの19時までやってる店っていうのに今向かってると。なるほど、なるほど。っていう話です。いやでもいいっすね。一番最後にこう、老舗で締めるっていうのはちょっとなんか、いいっしょ。哀愁がありますね、なんか。ただね、本当の思うのが、はい、地方は、はい、老舗の閉店ラッシュ、まあ、うん、まあ地方に限らず都内とかもそうかもしれないんだけど、はい、どんどんその地域の顔だった老舗が閉店していってて、なるほど、ちょっとタイミングが遅れると、はい、うわこの店食べれなかったよってことが結構起こってる。確かに。いや、なんかだってあれですよ、ネットニュースでもやってましたけど、ラーメン店の閉店件数が今年もなんか過去最多を更新しそうみたいな。そうでしょ、はい、それはやっぱり店主高齢化、後継ぎがいない、あのまた、まあ、あの息子とか娘はいるけど、まあ進んで後
継ぎになってもらいたくはないというね。ああ、そうなんだ。うん、そういう方々が、なるほど。続々と店を閉めている。なので、思い立ったら吉日って言うけれども、うんうんうん、思い立ったらすぐに行かないと。まあ、いつなくなってしまうかが分からないという状態ですね。はい、いつか行けるだろうと思って迷ってるとなくなっちゃうっていう。うんうんうん、っていうのは結構ある。なるほどなるほど。ちょっとこの老舗気になるので行かなきゃなっていうのって何かの虫の知らせなんで、すぐに行っといた方がいいかな。やっぱまあ押しを押せるときに押せみたいな話もありますからね。そういうことです。チャゲットは忍ぶ支店ですけど、材料切れは多分終了してしまいましたってあるよね。まあ夏季休業かもしれないんですけど、老舗は往々にしてこういうことが起こるので、まあまあそうですね、はい、注意です、はい、ということで残念ね。いや食べたかったですけどね。食いたかったね、うん、美味しかったんで。てるかめっちゃ印象残ってるので、ここの冷やし中華うまいんです。はい、しかも冷やし中華がうまいって、しかも官僚がそんな冷やし中華うまいっていうことあんまないから気になってたんですけど。いや俺ね実は冷やし中華好きなのよ。あそうなんですか。意外とめっちゃ好きなのよ。で次に、向かっているのが餅田屋さん。はい、まあこちらは水原製麺のセカンドということで、はい、っていうことはちょっとピンとくるでしょ。まあラーメン好きな人だったら、うん、まあ、ラーメン小池とか、そうです、中心にこう展開していってる。そうです、はい、だからラーメン小池のグループが、はい、今ちょっと仙台に店舗進出させていて、はい、で、そこの1号店が水原製麺っていう店なんだけど、はい、2号店が餅田屋っていう、はい、去年御徒町にできたアイダヤ、うん、アイダヤのコンセプトをちょっと仙台で持ち込んだみたいな。じゃあ西盛りのつけ麺がいただけるんですか。そう、いや西盛りのつけ麺をね、果たして俺らが東京から来て仙台にいただくことに価値があるのかって話はあるけどまあまあでも一応ね、まあ一応今仙台ではすごい人気店だっていうふうに聞いているので。いや東京もすごいっすからね、マジ御徒町。俺ね、はい、ほとんど並んだことないんだよ。2度マジっすか、うん、2回行ったんだけど、はい、2回ともほんとすんなり入れたかな。今すごいっすよ本当に。あそうなんだ、はい、ちょっとお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、着きました。餅田屋さんですね、はい、駅からはもうあれヨドバシ、駅前のヨドバシがあそこで見えるのですごく近いところに、いい場所にありますよね。うんうん、じゃあさっと食いましょう。行きましょう。よし、結構歩いてだいぶお腹減ったんで、ついにつけ麺で行ったんですけど、官僚はラーメンの方で。そう、ちょっとね、今つけ麺の真面目にこのラインナップ見たときに、なんかこれアイデアのラインナップと同じなんで、あ、そうす、書いてることも。なるほど。もしかすると白だしだと仙台ならではのカスタマイズが施されてるんじゃないかなっていう可能性をちょっと感じた。細麺って書いてあったでしょ。書いてましたね。で、ほらキングとかって基本太麺じゃん。そうですね。だからちょっと面白いかなと思って、なるほど、こっちにしてみました。わかりました。後から理屈つき上がってた。確かにね散々店員さんにめっちゃ気にしたい。今日もとんでもない歩数歩いてます。でももう2万歩近く。2万歩はい。けどあんだけ歩いて2万歩なのね。まあ意外とそうだなって感じですけど、うん、あれかな、スルファンの方々の車のおかげで。それもありましたね今日ね。確かに今日いろんなことあったな。いろんな方々に救われて、とりあえず今5杯目を食べようとしていると。意味わからんってマジで。なんて5杯も食うんだよラーメン。だけど今から食ってんじゃん。まあまあそうですね。いや食べれるんですけど全然。綺麗に取れた。どうぞどうぞ食べてください。うーい。はい、あーなんかラグジュアリー感があるな。いただきます。何もないな。もちもち食感で。パンチなんですけどね。めっちゃうまそう確かに。香りいいっすね。うん、うまっ。こっちはエビですね。うん、ちゃんとエビの味です。うまい。卓上のエビの辛みとかでまたうまい。いらっしゃいませ。ジャローストポークのジューシーでうまい。うん、瞬殺ですね。はい、うん、僕はお腹減ってたんで結構なんならペロッと食べれたね。うん、うん、俺も結構さっぴいけちゃいました。はい、もうその勝負密着。ちょっと餅田屋さん食べて、はい、持ち直したよ。餅同じだっていう話じゃなくて。どこをどうかけてるんですかマジで。やっぱこの適度にちょっと歩いて、うん、どうかなっていう時に一杯食べてみたら意外といけるみたいな。案外いけるっていう時と思ったよりいけんかったっていう時がまあ両方あるわけ。ありますね。はい、まあ、とりあえずこの餅田屋ね、はい、まとめるとめっちゃ行ってよかった。いやよかったですね。うん、うん、正直東京の水原さんのお店の味出してるのかなと思って、うん、まあ、ちょっと違うかもしれないなっていうので三社そば頼んだんだけど、使ってる
産所も違うし、ね、あの麺も水原製麺っていう仙台のお店で売った麺をこっちで使ってるから、うんうん、細麺の要するに山椒そばっていうのが食べれるということで、あ、じゃあそれはもう唯一無二というか、はい、持ち帯でしか提供されてないっていう、あとスープ の, あの素材のちょっと割合とかもちょっと変えてるって話もあるので、うんうんうん、基本的には仙台は仙台でやっぱり水原さんの美味しいラーメンが仙台の土地の人気ラーメンとして根付いていく、うん、まあ、そういったことが結構期待できるかなっていうふうに思いました。なるほどなるほど、はい、まあ、まあ二種つけ麺とかはね本当にこの、まあ、最近ちょっとやってる店ちょいちょいあったりしますけど、うん、まあ、水原さんならではというかそうっていうところなんで、で、まあ、僕今回ちょっと前回食べれなかったエビとタンタン両方食べてみたんですけど、うん、もうどのつけ汁もうまいっすね。うまいね、はい、全部うまい、マジで正直ちゃんとね、うん、あの食べ手が食べる側が、うん、あここ欲しいなっていうところちゃんと押さえてくんだよね。わかります。いや水原さんマジでラーメン作るのうまいし、うまいラーメン作るんですよ本当に。そうだからね、ポイントの拾い方が上手、うん、なんかやっぱエビのラーメンですって言われて、うん、エビがそんなに来ないラーメンとかあったりするじゃないですか、うん、もちろんエビ使ってるけど、はいはいはい、でもやっぱエビのラーメンですって言われた時にこれガツンとエビが来る感じとか、タンタンですって言われてやっぱ分かりやすくタンタンの味ガツンって来る感じとか、ね、これやっぱ引きがありますよね。やっぱね分かりやすいんだよね。この分かりやすいラーメンっていうのって、はい、結構作るの難しかったりするんですけど、意外とそうなんですかね、この芯を捉えるっていうね、うんうん、特にね実は僕あのエビ、はい、ちょっと食べてみたんだけど、はい、エビはびっくりした、うん、あのエビ油だけのエビじゃなくて、うん、きっちりと中身までエビなんで、わかりますすごい、うん、ね、エビ油すすってるなじゃなくてエビすすってる何なのよ、うん、風味だけじゃないですよね、うん、ちゃんと旨味もエビっていう。そうなのでちょっと仙台ならではの要するに水原さんのラーメンっていうのが食べれて、うん、よかったですわ。いや本当に、はい、うまかったっす。しかもめっちゃうまかったっめっちゃうまかった、はい、はい、まあちょっと東京帰ったら水原さんに、あ、よかったよって言っときますわ。なんだよかったよって、どの どんな上からどんな上から目線なんだよ。よかったよみたいな、というわけで本日は1日ありがとうございました。うん、まあ良かったね。ありがとうございます。はい、いえいえこちらこそありがとうございました。うん、まあ朝10時ぐらいに集合して、ね、そこからいろいろ回って4軒回って5杯。5杯。はい。まああの上場かな、途中の状況を考えると結構危なかったもんね。いや本当あの視聴者さんにも助けていただきましたし、うん、強引にタクシーとか呼んでまあ回ったりもしましたけど、基本的には公共交通機関とまあ徒歩を駆使して、うん、ほぼほぼね、はい、ほぼほぼね、まあ、基本的に一人で食べ歩くときは、うん、送迎の車とかがなければ、うん、この感じでやってるってことですよね。この感じです。この感じの、うん、あのそうですね、歩きもっときついやつとかあるし、歩きもっときついやつあるの？あるあるで、おそらくもうちょっと夜まで粘るので、うん、例えば昼夜の間もうちょっと緩かったり しながら夜ガーッと重ねたりっていうのは、まあそういうバリエーションありますけど、だいたい不思議なもんで、はい、多分すずちゃんも不思議なもんだなと思ってると思うけど、はい、結構僕とのこのこういう地方旅歩きって、はい、途中段階危ないって思う時あるじゃん。まあまあありますね、正直ありましたね何度も。まあなんとかねやっぱ落ち着くもんなんですよ。そうですね意外と、うん、で、まあ、今回もあのちょっといろんな人に助けられながら落ち着いて、まあ、元来たところに戻ってきたと。うん、今回良かったね結構。楽しかったです。店のラインナップも非常に良かったし、やっぱ俺官僚と歩きでこんなに巡ったことなかったんで。ないよね。いやなんか歩きの方が僕好きかもしれないです。あ、ちょっと歩きハマりそう。はい。もともと歩くのとか全然好きなんで、うん、なんかやっぱ車だとその詰め込む感じになっちゃうというか。そう。なんか移動して、うん、この店で詰め込んで移動して、で、要するにカロリー消費しないから、うんうんうん、あの、時間的な効率よく回れるんだけど、うん、結構お腹が大きくなるとか、満腹になるのが結構早いんですよ。うんうんうん、どっち取るかっていう。いや、ちょっと今日また、はい、まあ、前回の直径二郎大好きマンさんとの時もそうでしたけど、うん、今回官僚と改めて歩きで回ってみて、なんかラーメンの食べ歩きの、ちょっとまた一段階、うん、楽しみを見つけられたというか。なんかほらそもそもラーメン食べ歩きなんだから。うん、歩きですもんね、うん、そう。いやでもほんとなんか土地勘の詳しさとかも含めてちょっとラーメン界の伊能忠敬と呼ばせていただきます。伊能ですか。伊能名字で呼ぶ人はあんまりないけど、はいはい、これがやっぱ真の食べ歩きというか、はい、ラーメンをすするだけではなくて、まあちょっとその土地の文化であり土地とかもね、そういうのも知れるっていうのが、いやすごいいいことですね本当に。はい、まあ今後ですね、うん、あの鶴ちゃんもまあ大体ほらどんエリアでも車出ると思うけどいやいやいや、まあ出そうと思えば出せますけど、はい、うん、出したり出たりすると思うけどはいあのただやっぱりたまにはねちょっとあのなんだろう不便っていうのも感じた方がいいかもしれない、うん、ね、あの自分でも自分もそう思います。そうですね、うん、やっぱりこの私もあのいろんな人がアテンドしてくれたりするって機会が増えてきて、うん、結構車って正直増えてきてるんですけど、うん、たまには原点に帰って、うん、駅から歩いてで食べてまた歩いてっていうね、この行きの歩きと帰りの歩きのまた感覚も違うしね、うんうん、っていうようなことをですね楽しみながら食べ歩きをしていければなっていうふうに思います。いやありがとうございました本当に、はい、東京戻ったらなんかこれから何食べたい
ですか。もういいっすよ。もういいって1日5杯食ってんすよ。まあ、もういいでしょ。5でしょ。コンパクトにまとめたいな。まあだいぶ、まあそうですね。まあいい感じに。まあね、東京で食べるんだったら仙台でもう1、2杯食えっていうような、まあそんな感じがあるけど、まあういうはい、いうことですね。いやもう行きましょう。行きましょう、行きましょう。いや、ありがとうございます。まあまたね、はい、どっかまたちょっとあのエリア選んで、また一緒に行きましょう。またぜひぜひよろしくお願いします。はい、いや、本当にありがとうございます。いろいろお話も伺いまして。ありがとうございます。密着はい。というわけで、ラーメン官僚との食べ歩き、帰ってまいりました。いやー、ごちそうさまじゃなくて、お帰りなさい。ありがとうございます。いやー、何杯食ってきたんですか？結局、5杯。5！ いやー、ラーメン官僚って行くと、だいたいそれぐらいなんですか、毎回。アベレージ5。アベレージが？アベレージ5で、まあ、本当に丸1日だったら7とか。あー。もうありますね、過去には。じゃあ、ラーメン官僚と会うって分かってたから、それも今日はそれぐらい確保してた、全然。もちろん、作ってきましたよ、体。そうだったんですね。で、こういう活動を本当にまあ日常的に。だから、平日は結局さ、官僚なんで。まあ、そうだよ。働いてるわけよ、夜。夜から晩じゃねえと朝から晩まで働いた上で仕事終わった後に食べに行ったりとかプラスで、まあ、土日でいわゆる固め食いというね、まあ、ラーメン官僚でいうのは、まあ、天じゃなくて麺で食うっていう天じゃなくて麺で線じゃなく麺で食う麺ですだからいわゆる麺食い、まあ、ラーメンの麺でも確かにかかってるしね、まあ、ここのお店だけとかじゃなくて例えば横浜だったら吉村屋があってその周りのお店も、ね、そうそう固め食いエリアを麺で食うっていう麺そうだから麺で食うことによってよりこうラーメンの深みが増してくるというか私やっぱその地域ごとにね、いろいろありそうですしね。そうなんですよ。地域性が出てくるっていう。ラーメンっていうのはね。はい。まあ、今回ですね。まあちょっとこうラーメン官僚、まあ最近やっぱあの車で楽すること覚えてた。あのラーメン官僚がね、はい、あの車に乗っけてもらって、はい、ぐるぐる回ってっていう、はいはいはい、ちょっとあの行ったらまあチートみたいなね。ええ、やっぱ官僚ですからそれ。それが官僚。いや、普段はそれはそうかもしれない。車で移動してると思うんですけど。官僚の皆さんですから。もともとね、昔の食べ歩きスタイル。はい、はい、だからもうほんと5キロあろうが6キロあろうがもう歩くっていう。ああ、食べ歩きね、もう本当に。そうです。歩きだ。まあ、本当にだから言ったら、僕はもうラーメン界の伊能忠敬だと思ってる。おお、はい。自分の足でね。そうです。それこそまあインターネットないじゃないですか。なんか書いたりしてね、会話。もう地図とかもあって、今みたいに便利じゃないからさ。そうだよね。電車の時刻表とかさ、そういろいろあったりするから、そういうのをちょっと今回やらせてもらいましたけど。いややっぱ。いいな。なんかこうアナログな食べ歩きというか。ああ、より街を知れて。そうなのよ。やっぱり、ね、車で回ると覚えらんないの。その街の雰囲気とか。なんかここにこれがあって、あそこにお店あったよね、みたいな。はいはい、ここにホームセンターがあってとか。なんかそういうのが改めてこう見ることができて、すごい良かったです。めちゃくちゃ楽しかったです。あとなんかやっぱ歩くことによってカロリー消費されるから。確かにね。一番健康。あ、そうそうそう。めっちゃ健康なのよ。うん。まあそんな我らラーメン好きがね、愛してやまないラーメン官僚なんでね。まあこれからも多分動画に登場する機会あると思います。いや、やっぱすごい人だったね。すごいよ。やっぱすごい人だったな。マジでね、あのすごいのよ。つるぐの恩師というだけあるね。いやもう恩師ですよ、ね。師匠じゃないから。恩師なの。恩師ですね。先生だからやっぱ。先生。僕が今みたいな食べ歩きスタイルだったのもやっぱ官僚のインスパイを受けたという部分かなりあるんで、官僚インスパイですね。特に地方に行った時はね、多分いろいろ。そうなんですよ。まあ聞いたらやっぱ教えてくれるし官僚はそういう。ここのお店いいよとか。官僚あの X のアカウントとかもやってらっしゃいますね。はい。もうフォロワー増えると大変喜びますね官僚は。はい。ぜひぜひあの X のアカウントの方もフォローしていただいて、まあ官僚もあの最新のラーメン情報とかすごいね、バンバンもう惜しげなく早いよね。早い。ラーメンの人って本当になんていうかその年上の人でも早いよね。早いの。まだ早いよね。光が官僚だね。マジですごい早いんだって。すごいよな。っていうところもありますんで、まあラーメン界を本当盛り上げてくださる存在だと思ってるんで、まあこれからもちょっと官僚と一緒に仲良く食べ歩きしつつ、まあ僕もやっぱ20年30年とか食べ歩きしていきたいなと思ってますんでね。ぜひぜひこれからもスルーティーみたいにラーメン官僚をよろしくお願いいたしますということで。二人で長生きできたらいいね。いや本当そうです。麺のように長く二人で進み続けていてください。年齢長くね、スープのように熱い食べないね。というわけで本日の最後のご覧いただきありがとうございました。